さあ本日もデュエルリンクスラジオのお時間がやってまいりました。本日は最強の R カードランキングトップ10、こちら発表していきたいと思います。あの R カードやばいの多すぎまして、トップ20から発表してるんですけども、トップ20から、まあ、11まで、まあ、20から11位までは、前編で発表してますんで、よかったら概要欄からあの飛んでください。忘れんかったら貼っときます。でですね、今回はいよいよ最強の R カードランキングトップ10でございます。トップ10です。ランクインしてるカード全部やばすぎて終始煽り口調となる予定でございますんで、それが嫌な方は今すぐにブラウザーバックをよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。第10位、親族の打天使リュウさん。実は現状今のところこのカード一番嫌いまであります。モンスターの効果を選んで無効にするとかいう意味不明に強い仕様、さらにライフ回復、なんでね、なんで打天使モンスターのいけないところは墓地の打天使魔法トラップの効果をコピーして使うという仕様ですね。このカードが伏せてあると実質効果を2回無効にして止められる可能性があるというわけですよ。そんなのどうやって突破しろと、やっていいことと悪いこととの区別がつかない人は僕は嫌いです。打天使の刑でリミット1にされてもまだ強いってどういうことやねん。第9位、コアキメイルマキシマム。最強のコアキメイルカード、ここに降臨。コアキメイルの口角をチラ見せすると出せるとかいうオルタナティブ味を感じるこのカード、ゴーシュートということで、コアキメイルの混合角でね、ビーブレードでこれをサーチしてくるとこのカードを出せると。なんとこのカード攻撃力3000、守備力2500ということで、さらにノーコストで相手のカードを何でも破壊でき、さらに攻撃もできると。いや、オルタナティブの5億倍強い。ウルナイト、アイス、マキシマム、相手は死ぬ。第8位、ゲーテの魔導書、遊戯王界最強テキスト、選んで除外、対象も取らずにさらに除外してくる。このカードのせいで破壊耐性対象に取れない、そんなモンスターたちの存在意義はすっかり全否定されてしまいました。魔導書が一番やべえのはとにかくターンが長えということ。長い長いソリティアの果てに沈黙サイマージを出されてゲーテセットしてターンエンドとかいう地獄のような盤面を先行で作ってきます。吐き気を催す邪悪とはまさにこのことである。第7位、サイバネティックオーバーフロー。はい、選んでシリーズ連発きました。こちらはサイバー流、選んで相手のカードを何でも破壊できるマンです。種類の違うサイバードラゴンをフィールド、手札、墓地から除外して、除外した数まで相手のカードを選んで破壊します。もちろん対象なんて取りませんよ。サイバーリー奥義との組み合わせでとりあえずいっぱい選んで破壊していきます。意味不明です。しかもサイバードラゴンコアでサーチができます。意味不明です。さらにサイバーリー使いは必ずサイバードラゴンコアを初手で召喚していきます。意味不明です。 しかも除外したのがサイバーロードフュージョンで融合手段にできてしまいます。意味不明です。手札融合でヒーヒー言っていた俺たちの好きな遊戯王はどこに行ったんでしょうか。全体的に意味不明。第6位、生物を巡る戦い、自分ダメしていいですか。嫌です。雑に相手の除去カードや高打点カードから逃げながら相手の打点を下げてくるというの、犯罪すぎない。支援、巡る、二刀流、ターンエンド、誰が勝てんねん。第5位、アサルトブラックフェザー、周囲の雷霧。いや、雑に除去効果飛ばしすぎなんだよお前。自分以外のブラックフェザーの数まで相手のカードを何でも破壊できる、まさに破壊の権化。黒い旋風というぶっ壊れサーチカードとシムーンとかいう魔改造されたぶっ壊れた鳥のおかげで最も簡単に出てくる破壊王です。しかもホーク城で墓地から帰ってくる始末、効果使ってから墓地に行ってもう一回ホーク城で釣ってまた効果使われるっていうね。せめて単一制限つけとけ。毎回単一制限つき忘れてるんだよ。第4位、ホムラガミ知らぬい。破壊耐性キモすぎるんだよ、くたまりやがれ。レベル上昇って何やねん。インチキ効果もいい加減にしろ。第3位、バーニングナックラーベイル、リミット入り最速記録、実装されてから27日間でリミット入りという大記録を持つ伝説のカードでございます。まさにリンクスの黒歴史といったところでしょう。このカードの問題点はもう一つあります。このカードのリミット入りがあまりにも早すぎて、なんと返金騒動が起きてしまったんです。ベイル発売後27日間でリミット入りし、課金したユーザーが大激怒、返金を求めたんですが、なんとこの返金要請が
ほうってしまったんですね。コナミが対応しているのか、アップル側で対応しているのかちょっとよくわかりませんが、システムはあまりにも早すぎるリミットによってリンクスに失望するユーザーが続出。この頃からリンクスには課金してはいけない、なぜならリミットが早すぎて作ったデッキが使えなくなるからという風潮が出来上がってしまいました。27日後に死ぬベイルというタイトルで誰か漫画描いてみてくれないか。第2位、デビルフランケン。ライフコストゼロダメ絶対。ディアンケと発動、ディアンケと発動、デビルフランケン召喚、お邪魔キングを特殊召喚、スキル発動、ライフコストゼロ、キャバロリー召喚、対戦ありがとうございました。グッタ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 、死ねばいいのに。第1位、召喚獣高級トス。知ってた。多分この動画見てる人皆さん今目の前で言ってるでしょう。うん、知ってた。通称新パック売り上げストッパー。カードの効果では破壊されず、カードの効果の対象にならない、つまりほぼ戦闘で突破する以外に道は残されておりません。要するに3000打点以上のモンスター以外に価値はないと言わんばかりのこのカード。このカードのせいでエクシーズ関連の新パックが全く売れませんでした。なぜなら新パックで高級トスは絶対に突破ができないからです。2020年、リンクス流行語大賞を皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。そう、それ呼吸ドス抜けるんですか。抜けません。じゃあ新パック向く価値ないじゃん。そうだな、黙れ。ランキングは以上でございます。とてもいい動画になってしまいましたね。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。それではまた次回の最強 N カードランキングでお会いしましょう。バイバイ。